かすごい順を追って聞けばよかったんですけども、まあ、大学卒業されて、うん、でその後は就職されたんですか？もうせずにそのまま。あ、ニュージーランドに行かれたんですね、はい、そうやったんですね。なるほどなるほど、はい、だからこんな風来坊みたいな生き方になってしまってるんですか？そうなんや。あ、そのまま3年間、ある意味じゃあいわゆる勤めるっていうサラリーマンは やられてないってことですね。やってないですね、うんうん、あ、すげえな。でもずっと自分でご自身でこういろいろ模索されてやられてるんですね。そうですね、うんうん、もう大学時代には、うん、なんかもう全てが窮屈で、うんうんうん、あ、もうなんかそういう組織みたいなところに行っても無理だなと、うんうん、死ぬなと思ってこのままじゃ死ぬなと思ってあかんわっていうのもあって、本当に僕も逃げた感じもありました。半分攻めてるつもりだけど半分逃げてるっていうか、まあそれが後々は良かったことになるんですけど、そうなんだ。なるほどなるほど。でここでニュージーランドから帰ってきて塾の先生をやられると、うんうんうん、でそのそういろんな例えば、うん、その知り合いの建設会社の社長は、うん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 、一言も英語喋らずに海外バンバン旅歩いてるんですよ、うんうん、ほう。で全部富山弁で喋るらしいんですね。ここ行きたいんやけどどうやって教えてくれんけって言うんや。言うんすげえな。日本で向こうがえそうっすね。何って教えてあげなきゃっつって。あと数字やら指差しで何でもできるんですよね。うんうん、どうにかなると。うんうん、別に英語喋れんくたっていいと。そう。うんうんうん、これは何かなと、あんだけ一生懸命。おやって、うんうんうん、で、あ、私ダメかもって思ってるのってすごいもったいないなと思って、うんうん、ああ確かに本当ですね。だ点数を追った人の方が自分にコンプレックスがあって、うん、ああ私まだまだとか、なるほどね、これってできてないんじゃない、うん、とか、うん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 、でもその人喋りもしないんですね。なあわからん。ねえねえこう教えてっていう。日本人でも通人かもしれんぐらいの富山ベース。そうだよなと、コミュニケーションそれでいいよなと、でしかもそういう外人が来たら面白いじゃないですか。うんうん、そうっすね、うんうんうん、こう角でこう喋れなくてこうやってやってるよりも同社と、ね、うんうん、受験やった人がこうなるんですか、うんうんうん、これ逆転現象は何かなと。おお、なるほどなるほど。でその逆転現象は何かなってなって、うん、誘導尋問みたいになっちゃった。そう、だこれはもう変なこと教えん方がいいぞって思ってきて、うん、あ、そうなんすね。だから点数上げたら楽しいよねってやるじゃないですか、うん、うんうんうん、あ、分かるって嬉しいよねって、うんうんうん、70点より80点よかったねっていう、これがもう余計なことなんじゃないかと。ほう、なるほど、うん、ということに気づいたっていうか、そう思ったというか、そう、うんうんうん、そういうのを思い始めてからは、じゃあ受験ってなんだろうと。今からの時代、点数取れなくたって、うんうん、公式覚えてなくたって、うんうんうん、これ教えてよって言えるやつが勝つじゃないですか、うんうんうん、スマホを覚えてるやつの方が勝ったりするじゃないですか。そうっすね、みんなが当たり前にスマホ持っとるのにスマホ持ってない状態で試験させるのってなんかちょっと変だって感じですもんね、うんうん、そういうことでしょ。じゃあ、あ、もう本当にそういうのって古いんじゃないかなと。なんかもっとすごいパワー今の頃は見たら分かるように、うん、いっぱい持ってるから、うんうんうん、いきなり勝負せえと、うん、その方がすごい人間育つんじゃないかなと思い出して、だんだんそういう受験勉強を教えるのが、うん、嫌になってきて、うーん勉強好きなんですよ実は、うんうん、ご自身は勉強好き、学問は好きなんですけど、うん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 、そんなことじゃないよなと思うようになって、うんうん、テストの試験点数は関係ないと、うん、関係ない、なんかむしろおかしいなと、うんうん、そうそう、その基準待ちじゃないですか、うんうん、向こうが出してきた基準、うん、はい、上手に解けます私は、うん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 、はい、何十点、いい点数です、うんうん、イエーイ、うんうん、っていう、それは
確かに解ける喜びはありますけど、うん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 、なんかそこでできてるとか、うんうん、そういう価値観つけちゃダメなんじゃないかなって。なるほどなるほど。うんうん、そう逆にこうどういうことを教えよう、うん、教えたらいいなって思われたんですか。まあこれも徐々にですけど、うん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 、体当たりでやってみってことですよね。僕もできなかったこと、うん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 、要は理論で分かっていけば解けるけど、体当たりで教えてもう一回やるっていうことは僕はどっちかというと、うんうんうん、あまりしてこなかったことをできる人間の方がいいんじゃないかなと。なるほど、その方がこれから強いんじゃないかなと。そうですね、うん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 、知りたいと思ったらすぐ行けと、うん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 、参考書買ってきて、うん、あと3年後にしようじゃなくて、うんうん、すいません知りませんけど教えてくださいっていうやつの方がうん、うん、もしかしたら お、うん、お前やるねって言って、うんうんうん、すぐそこに繋がれたい、うんうん、なんで3年3年6年待つんですかという、なんかその辺も、うんうん、時代的に、うんうん、なんか違うのかなと思って、うん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 、まず体当たりですね。なるほどなるほど、ものすごく今の話共感します、うんうん、でも体当たり力を伸ばそうと思った時にどんなことすればいいのかなと思ったんですけど。そうですね、うんうん、どんなことを今そのあの忍者塾で、忍者塾で体当たり力伸ばしてるんですか、うん、そうですね、何ですか、はい、どんなことなさってるんですか今は、うん、で忍者塾の中ではそうですね、例えばスポーツチャンバラみたいな、おうおう、うん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 、うん、あれはですね、うんうん、いやルール無用で、うんうん、例えば4人全員敵だったりする状況でやるんですよ、はい、うん、だからこっち見て攻撃してるとこっちからパコンって叩かれてするんです、うんうんうん、あずるいとか言うんですけど、うんうん、別にずるくない、ずるくはないと、うん、なぜならルールはないから、ルールはないから、うんうんうん、ちょっと待って、待ってもないよね、あ、うん、精神をかけた状況やったらそんなことはないから、そう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 、待ってって言っとって向こうも命がけで待ってくれるはずないですからね。そう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 、うんうんうん、例えばそういうこと一つとってもあ、じゃあこのルールって何であるんだろうとか、うんうん、おお、なるほどなるほど、うん、どうした方が楽しいとか、うんうんうん、そういうちょっと体験プラス問いかけっていうか、うんうんうん、そういうものをしながら、うんうん、だからこれで買ったからよしとかいう一つの価値基準ではなくて、うんうん、そこに含まれているなんか、うん、いろんな学びとか気づきとかを、うんうんうん、こう発見させるというか、なんかそういうようなことをしようとしてますね。うん、なるほどなるほど、うん、なるほどな。じゃあその思ったのは結構自然の中でそういう気づきって多かったりするのかなと、まあ、僕の、そう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 、まあ、僕自身が好きだったりするんです、自然が、うん、そういうことを思ったりしたんですけど、うん、あえて自然の中じゃなくてこういった形で、まあ、ある意味街の中でやられるっていうのもこう意図があったりするんですか。ですね、うん、いやだから本当にね、うん、自然に行きたいんですよ。あ、そうなんだ、本当は。そう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 。ここ数年ぐらいに、うん、野外教育の、うんうん、アドベンチャー教育のこう、うん、トッププロの指導者とお付き合いがあって、うんうん、ね、その方の指導なんかを見てると、うんうん、まさに、うん、森の中の活動は宝庫なんです、うん、そういう気づきとチャレンジと、うん、自分に向き合うとか、うん、あるいはチームでどうするみたいなとか、うんうん、だからそこはすごく成長する場所で、うんうん、そういうフィールドを作りたいなと、うん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 、あ、じゃあ今後はもしかしたらそういう野外教育とかに力を入れていくかもしれないなっていうことですね。そうですそうです。うーん、そういうフィールドを作りたいっていうのも、うん、こう忍者村構想の一つで、うんうん、あ、へー、そうなんですね、うん、そうなんです。そこでのびのびと、うんうん、動いて、うんうんうん、で
なんていうんですかね、まあ、ストレスも、うん、なんていうか、うんうん、発散して、うん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 、でその中でいろいろなことが起こる中で学び取っていくと、うん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 、なんかそういうような安全で、うんうん、周りに信頼できる大人たちがいてっていうフィールドを作りたいなっていうのが忍者村構想の始まり。おー、そうなんすね。うん、そうなんです。へー、素敵やな、うん、忍者村っていう名前がもう最高っすね。そうっすね、うんうん、そう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 、うんうんうん、そうなんだ、うん、そっかそっか。あ、まあ、こういうやられてる活動と、うん、まあ、どういう経緯があったかで、今これからこんなことしたいというものを聞けてすごいよかったんですけども、うん、なんか急に難しい質問になってもいいですか、はい、なんか結構今回いろんな方にそうやって会ってて、生き方とかいろんな、うんうん、過ごし方暮らし方ってあっていいなと思ってて、うんうん、生き方とか、うん、生きるとは何なんだろうみたいな哲学を急に振っていつも困らせてるんですよ、僕このインタビューのたびに、うん、なんか自分の中でこういう思ってる部分ってあったりしますか。